フンシネ・ベアーのアドバルーン。2013年12月1日にシンガポールのジャンクション8にて撮影。ファイル、ケアベアーズアットメイシーズサンクスギビングデイパレード2007、JPG2007 年のメイシーズサンクスギビングデイパレードのケアベアのバルーン。ケアベアはアメリカを中心に世界各国に展開している一連のクマのキャラクターの総称。 1980年代前半にアメリカで誕生した。ケアベアは普段は、ケアエーロットという雲の上の国に住んでいて、子供たちが安心して成長できるように見守っている。一人一人違った使命を帯びており、子供たちが大切な心を忘れた時には、ケアしにやってくる。日本でも有名な、チアベア以下、現在36種類のケアベアが発売されたが、 生産中止でレアになっているものも多い。日本をテーマにしたスイートサクラベアも作られ、日本での人気ぶりを伺い知ることができる。1981年にアメリカングリーティングスによって作られたグリーティングカードの絵柄が始まりで、元々のイラストはエレナ・クーチャー・リックが描いていた。1983年にケナーがケアベアの形態をテディベアに変更した。 すべてのクマはそれぞれ違った色をしており、へそのあたりに彼らの役割や人格などを記したシンボルがある。これはタミーシンボルとして知られていたが、2007年の映画、ケアベアズッコケベアの大冒険では、ベリー・バッチスに変更された。1985年には、ケアベア・カズンズというケアベアの姉妹版のキャラクターが生まれ、このようなキャラクターには、テディベアのスタイルが用いられたライオンや、 猿、ペンギン、ウサギなどがいる。ケアベアのテレビシリーズは1985年から1988年まで放送され、その間にザケアベアーズムービー、おとぎの星の子グマたち、ザケアベアーズアドベンチャーインワンダーランドという3本の劇場版が公開された。2002年、ケアベアはデザイン変更がなされ、2007年に25周年としてプレイ。 アロングトイズによって制作、販売されたラインナップには、チクコ生ベアやサワルト、ヘソが光るベア、エアロビックベアなどがリリースされ、この間、ケアベアジョークタウンへの旅と、ケアベアをお願いベアの願い事、というコンピューターアニメーションを用いた OVA が公開された。2008年現在でも、ケアベアの市場展開は行われている。ケアベアの商標及びキャラクターデザインの著作権は、 アメリカンクリーティングスの子会社ゾーズキャラクターズフロム、クリーブランドが所有している。しかし、2008年7月27日、ケアベアとストロベリーショートケークの権利を同年9月30日クッキージャーエンターテインメントに売ることを発表した。2008年11月現在、契約がうまくいったかどうかは不明である。しかし、2008年11月アメリカングリーティングスが、 ケアベアのデザインのマイナーチェンジを行うと発表した。映画版第2作の日本語吹き替え版。ケアベアたちが子供たちと協力してキャンプ場に現れた邪悪な心の化身、ダークハートと戦う物語。アメリカ合衆国とカナダでは1986年3月7日に劇場公開された。日本では1990年11月21日に VHS がリリースされた。スタッフ、日本語版、スタッフキャストケアベアシリーズ長編作品としては、第4作目にあたる今作では初めて、コンピュータアニメーションが採用され、初めての OVA となる。2004年10月5日に、北米とオーストラリアで OVA が、ライオンズゲートから販売され、同年12月と2005年5月にディズニーチャンネルで放送された。 アメリカ合衆国外での OVA リリースは、ユニバーサルスタジオが行った。日本では2004年にディズニーチャンネルで放送された。キャスト、日本語版キャストカナダで2005年10月3日にテレビ放送された後、同年10月17日にアメリカ合衆国のディズニーチャンネルで放送された。放送後、ライオンズゲートエンタテインメントから、幼児向け OVA としてリリースされた。なお、 日本では2007年にディズニーチャンネルで放送された。劇中の音楽は、ケアベアジョークタウンへの旅に引き続き、ヤントーマスが担当し、演奏は、ピーター・カーディナルが指揮のもとで行われた。また、オープニングテーマの収録には、ハミルトン児童が主張団も参加した。2005年2月、ステファニー・ベアードは、自身が歌った、劇中歌アイウィッシュを気に入っており、可愛らしいその歌が、 世界中の観客に聞いてもらえるのが待ち遠しいと話した。キャスト、日本語版、キャストスタッフケアベア25周年を記念して制作されたこの映画は2007年8月4日にアメリカ合衆国の140の劇場で公開された。なお、今作よりアニメーションの制作元が SD エンタテインメントに変わり、初めてネルバナ以外の会社で制作された映画作品となった。 2007年10月23日に EN20th Century Fox Home Entertainment からおもちゃのおまけがついた状態で DVD がリリースされ2年後の1月13日には DVD 単体での販売が開始されたキャスト日本語版キャストスタッフ日本語版キャストおとぎの星の子熊たち関連ウェブサイトケアベアお願いベアの願い事関連ウェブサイト ケアベアずっこけベアの大冒険関連ウェブサイト、ありがとうございます。